です。今日はですね、本当は5日の日にですね、病院があるので、病院のね、診断結果をお話ししようと思って、5日の日にね、動画を撮ろうと思ったんですが、その前にですね、今、こちらの玄関のね、ところにいるんですが、シェルターの方に来ております。一応ね、猫のバス停の方の、保護猫シェルターのね、チャンネルの方でも、ちょこちょことお話はしているんですが、こちらの方でも、ちょっとだけね、お話をしたいと思って、動画を撮っております。ちょっとね、病気のことと、関係ないんですけれども、こちらの方ね、見ていただいている方も、猫のバス停の方のね、視聴者様も、こちらの方ね、見ていただいている方もいらっしゃると思いますので、改めてね、お礼を、言いたいなと思って、こちらの方でもです、梶川さつきの方の、チャンネルもでもですね、ご挨拶をしたいと思って、今ね、動画を撮っておりますが、玄関のところは本当に暑いでございます。で、一応ですね、今、ホームページとか、あと、他の X とかね、インスタとかでも、欲しいものリストで、欲しいものをね、お願いしているんですが、いろいろな方からですね、たくさん送っていただいているので、本当に助かっております。で、今ね、休職中なので、で、今ね、猫ちゃんも、少ないので、ちっちゃいね、子猫ちゃん、親子猫ちゃんと、三毛猫ちゃんですね。三毛猫ちゃん、ちっちゃい子は全部、里親さんが決まって、いなくなってしまったので、今はね、うちの元々の保護猫の、6匹ですね。6匹の保護猫ちゃんと、あとは、預かってるね、三毛猫ちゃん1匹、がいる状態でございます。あと保護予定の方、保護予定のね、来る待ってていただいている猫ちゃんもいるんですが、それもですね、シェルターが完成してから来るという感じで、今は7頭いる感じでございます。欲しいものリストのね、中からですね、いろいろとたくさんいただいたので、ここでね、まとめて申し訳ないんですが、改めて、お礼を言いたいと思います。本当にですね、結構ね、今、餌も、猫のトイレの砂ですね、トイレの砂もですね、かなり、ちょっと値上がりしている状態なんですよね。なのでやはり毎日トイレの砂とあと餌はね、やはり毎日使うものなので、とても助かっております。本当にありがとうございます。ちょっとね、今からまだね、玄関中の方の片付けが終わってないので、今まだね、玄関に置いてあるんですが、玄関なのでまとめて、ご紹介して、まとめてで申し訳ないんですが、ご紹介したいと思います。はい。とりあえずですね、トイレの猫の砂ですね、砂が、1、2、3、4、5、こちらの猫砂5袋ですね、到着しております。ありがとうございます。
で、あと、こちらの方ですね。餌。大きいね、ジャンボパックが、3.5キロのやつが2つと、あと、2.8キロのジャンボパックが届いております。ありがとうございます。はい。で、これは私が買ってきたのでございます。はい。なかなかね、3.5キロ、3キロぐらいになると結構重たいでございます。はい。まとめてね、今日はお片付けをしたいと思います。はい。で、今日ですね、また、ペットシーツですね。ペットシーツ、届きました。ありがとうございます。はい。で、こちらの方はですね、一応ね、送りますと、ご連絡をね、昨日いただいたんですが、とりあえず先にね、トイレの砂が到着しました。ありがとうございます。一応ね、トイレの砂と、あと、餌ですね。餌も、送っていただいたみたいなので、一応、明日着くのかな？餌は。はい。最初は両方とも金曜日、明日のね、到着だということだったんですが、こちらだけね、今日、到着しました。なので、明日、またね、餌が届くということで、本当に、ありがとうございます。これだけね、あると。また、自分でも、ちょこちょこね、こうやって買ってきてるので、あと、トイレの砂もね、奥の方に、まだちょっと残っているので、これでかなり、ここだけでもね、3袋と、ここに買ってきたのが3袋と、こちら5袋ありますので、かなりありますね。で、餌もね、こんなにいっぱいあるので、で、まだ、ストックしている分のもあるので、助かります。はい。ということで、本当にね、毎日使うものなので、助かります。ありがとうございます。本当はね、猫のバス停の方の動画でもね、アップしていきたいと思うんですが、こちらの方でもね、改めて、お礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。はい。ということでですね、玄関の方が、何もね、ない状態で、本当に暑いので、この見ての通り、汗だくになってしまいました。なので、1階のね、シェルターの方に移動してきました。一応ね、エアコンがついているので、過ごしやすいでございます。はい。で、一応ですね、今、ちょっと外で、玄関のところで、お話をね、10分くらいですか。本人と、あと、餌と、トイレの砂ですね。そちらの撮影だけで、ちょっとクラクラするくらい暑いでございます。なので、ちょっと休憩したいと思います。はい。で、シェルターの方は、少しずつ、今日はね、何もやってないです。はい。で、家から、カラーボックスと、あと、あれです。踏むと、こう、蓋が開く、ゴミ箱ですか。はい。簡単にね、パンと猫ちゃんが開けられないような、ゴミ箱を1個持ってきました。で、外にね、ずっと置いてあった、ケージですね。ケージを、ずっと外に置いてあったので、
ちょっとね、あの泥だらけになっていたので洗って中に入れました。それを組み立てれば、大人用のケージが一つできるという感じでございます。はい、という感じで、ちょっと休憩をしながら、今ね2時過ぎ14時過ぎくらいなんですが、ちょっとね休憩をしながら2階のキャットタワーが一つ組み立てしてないのがあるので、でエアコンかけっぱなしの12時くらいからですね、12時くらいからずっとエアコンかけっぱなしにしてあって、扉も閉めてある状態なので、ちょっとね涼しくなっていると思うので、そちらのキャットタワーを組み立てて終わりにしたいと思います。今日は、はい、そのくらいしかできないかな。あとゴミですね。明日ゴミ出しがあるので、ゴミを持って帰るぐらいですかね、という感じでございます。はい、なのであまり無理をすると明日また動けなくなってしまうので、ほどほどにキャットタワーだけね組み立てて帰ろうと思います。はい、という感じで、こちら今日は一応ね、がん関係ではなく、猫ちゃんのね方のお礼だったんですが、こちらでも、重ねてねお礼をしたいと思って動画を撮りました、という感じで、ではまた次の動画、5日かな、5日の日ですね、多分5日の日の病院の検査はないかな、血液検査と確かなかったと思うので、診断結果とかですね、それのお話ができると思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。